ジョアンペソアは、ブラジルのパライバ州の都市である。パライバ州の州とかつ、同州の最大都市である。南米大陸最東端にある、ブランコ岬に位置する。ジョアンペソアは、ブラジルで、最も歴史のある町の一つである。最初にやってきた、ヨーロッパ人はブラジル僕の商売人の、フランス人であった。フランス人と原住民による、 連合軍の間で戦争が起きた後、1585年8月5日、ペルナンブルコから移住してきた、ポルトガル人によって、町が設立された。彼らは、設立日が、成人の日であったことにちなんで、町を、ノッサ・センホラ・ダズ・ネーバズと名付けた。設立初期には、町は、スペインの影響を受けた。ポルトガルとスペインが、イベリア連合を結成していたためである。 1588年朝は、スペイン王のフェリペ2世にちなんで、フィロピアでノッサセンホラダズネーバズに解消された。一帯は、佐藤産業に適した場所であることがすぐに判明し、フランス人、オランダ人、ポルトガル人が高い利益が見込める佐藤キュビの生産拠点として、パライバを支配しようと争った。ジョアンペスは近郊のサンタカタリーナの取は、ポルトガル人が、 ポルトガル領ブラジルにおいて最大の脅威となっていたオランダ人の侵入を防ぐために建設した。1634年から1654年まで町はオランダ人に手に渡り町を統括していたオランダ王子のフレデリック・ヘンリーにちなんでフレデリック・スタットに改名された。オランダ人はサンタカタリーナ・トリもマルガリータ・トリデに改名した。 町をポルトガルが奪還した後に、町と鳥の名称は元に戻された。ありがとうございます。